米男子ゴルフのマートルビーチクラシックは10日、サウスカロライナ州マートルビーチのディーンズクラブ、パー71で第2ラウンドが行われ、久値量は67で回り、通算1アンダー、141で71位となり、5オーバーの120位だったセミカは安果てとともに予選落ちした、クリス・ゴタラプ、米国が通算12アンダーで単独首位に立った、共同。